やー、はあ、ふう、ほう、セニョールさん、こんにちは。どうしたんですか？セニョールさんらしくないじゃないですか。あ、ご健康さん、こんにちは。完全に出遅れてしまって、友人の結婚ラッシュでさ。え、そうなんですね。僕はあえてセニョールさんは結婚しないのかと、一人旅ができなくなるじゃないですか。そうなんだけどね、ここまで結婚式に呼ばれることが多くなってくるとさすがに答えるよね。そうなのですね。じゃあセニョールさんもそろそろ婚活ですね。いつやるの？今でしょ。ちょっとやらせないでよ。いいじゃないですか、結構やり慣れてますね。保険の勉強いつやるの？今でしょ。今日はそんな友人のために学習保険についておさらいがしたいな。ほうほう、では学習保険について勉強しましょう。セニョールさんの学習保険のイメージは？イメージか、子どもの成長に合わせて学資金、いわゆるお金を受け取れるということかな。そうですね、保険会社によって異なりますが、小学校や中学校、高校、大学と節目に学資金を受け取ることができますよね。それと保険会社によっては子どもの医療保障も備わっている学資保険もあるんだよね。そうですね、学資保険の保険期間の間だけ入院や手術の保障をつけられる学資保険もありますよね。ということは学資保険が満期を迎えて終了すると医療の保障もなくなってしまうということ？そうなんです、学資保険の医療保障はあくまで特約ですからね。特約は主契約である学資保険の積み立てが終わると同時に終了してしまいますよ。そうなんだ。ということはもし医療の保障を続けたい場合は新たに契約することが必要なんだね。その通りです。それ以外にも学資保険とは別にお子様の医療保険に契約するという方法もあります。そうすることで一生涯の保険を組むこともできますよね。そうなんだ。0歳のお子様でも医療保険に契約できるの？加入することのできる保険会社もありますよ。じゃあ目的に合わせて考えて組み合わせればいいんだね。いやー、今日も勉強になったよ。もう少し具体的に話を聞いてみたい場合は富士スバルのスタッフに相談に行きましょう。だね。はい、セニョールさん、いつ行くの？今でしょ。今日何回目だ。そんなことよりまた次回もお願いしまする。お安いご用です。